愛しのエリー。 Ah, you should go back. You don't have to say and to nobody this time. You泣かしたこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最後のレイディーエリー。まだ寂しい二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが募れば言葉に詰まるよ。じゃあ恋は終わりね、エリー。 My love, so sweet. 笑ってもっと baby、無邪気に Oh my my、 映ってもっと Baby、 素敵に In your sight、 誘い涙の日が落ちる、 Ellie my love see、 Ellie my loveSo sweet。 はい、どうもマクタノサです。今回は芸人の霜降り明星のせいやさんがですね、さっき YouTube 見てたら愛しのエリーをね歌ってたので、霜降りチューブですね。でそれなのでちょっと練習してみました。この間ねテレビ見た時もね、やつ愛しのエリー歌って、冒頭部分かいなっていう、それが面白いなって見てたんです。で今日もねまたやってたので、これはちょっとやりたいなと思って、引っ語りの人が誰もやらない愛しのエリーの冒頭部分を歌ってそれを突っ込むっていうやつですね。説明しちゃうとあれですけど、まあ、それが面白かったんでやってみましょう。ギターもね結構久しぶりに愛しのエリー歌いたいなと思ったんで、では、ギターの解説をしていきましょう。霜降りチューブの動画の演奏を参考にします。テレビはちょっとねもう見ることができないので、今回その上がったやつの動画を見ながらギターちょっとね研究してみました。でチューニングが狂ってるなって言いながら弾き出すんですけど、まずレギュラーチューニングではなくて、で半音下げチューニングしても若干まだちょっとずれてるから、チューニングの、ね、レギュラーと半音下げチューニングの間ぐらいだと思うんですけど、でも半音下げチューニング寄りだとは思うんですけど、なので僕はちょっと半音下げチューニングしました。まあ私のエリーその歌だとキーが高いので、まあ、半音下げチューニングぐらいでちょっとサボりましたけど、もしね気に食わないなっていう人はちょっとねいろいろ研究してみてください。多分ね僕はあんまり耳が良くない方なんですけど、レギュラーと半音下げチューニングの間だと思うんですよね。それも半音下げチューニング寄りのね、中のゲームって感じですかね。まあちょっとやってみてください。まあここ半音下げチューニングでやってますこれは。弾き方に関してはですね、せいやさんはピック使ってないで弾いてますね。だけど僕もちょっとねピック使って弾きたいと思う。ちょっと指が痛くなっちゃうんで。でストロークはダウンチューニング、ダウンストロークを中心にやってますね。でこのジャンジャンジャンだけじゃちょっとつまらないので、ここにジャンジャンジャンの間にちょっとちっちゃくジャンというのを入れます。だからこうじゃなくてジャンチャンジャンチャンジャンチャンってことで、ちっちゃいこのチャを入れるだけで全然こう演奏がかっこよくなるので、ぜひ他の曲でも使ってみてください。ジャンジャンジャンと思いっきり鳴らすとまたちょっと違うニュアンスがちょっと変わってくるので、おしゃれにこうジャンチジャンツジャンツってね、このさりげないチっていうのがね結構重要になりますので、やってみてください。では、イントロのそれまずその面白い冒頭の部分からいきましょうか。でコードはですね、本人は CA マイナー、F、A マイナー、D、G と弾いてるんですが、ちょっとね修正してみて、そこ最初の音は F ですね。F っていうか E か、E 半音下げチューニング、一弦の開放の音ですね。You
should go back。 ここを D7 にするとね結構おしゃれになります。 Am じゃなくて D7 にしてみました。 We should go back。 はー、ここはちょっと高いんですけど頑張って出します。はー To the And to nobody this tattoo。 でここの F の後の Am 弾いてるんですけど、ここのメロディーの音はです、3弦の開放なんですよ。なんで Am で弾いちゃうとちょっと歌いにくくなっちゃうんで、ここもちょっと C に変えちゃいます。 でここも D なんですけど D7 にするとちょっとおしゃれっぽくなるんでやってみてくださいね。You should go by You don't have to say And to nobody this time you という感じですね。でここで相方がいたら冒頭部分やんかいみたいな感じでツッコミ入れてもらって、まあこのネタ成立ですね。でまたこう歌い続けると、で A メロですね。泣かしたこともある、泣かしたこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあれば、ここ、本人は CCC で F に行ってるんですけど、こう C ってこの C7 をちょっと入れるとおしゃれっぽくなりますので、もし余裕があれば C7 入れてみてください。寄り添う気持ちがあればいいのさみたいな感じですね。で、俺にしてみりゃ、ここもせやさんは D で弾いてるんですけど Dm で弾くと歌いやすいです。俺にしてみりゃこれで最後、 Lady Ellie My love そしてもう一回 A メロ、二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、人にやつ思い出だけが募れば言葉に詰まるよ、じゃあ恋は終わりね、エリーマイラーソシー。で、ここはちょっとね、本人ぐしゃぐしゃっとなっちゃってるんですけど、ソシーシー A にしてみましょうか。ここ A にすると結構エモい感じになりますね。ソシーで、ここからサビに入ります。このサビの一番最初でせいやさんは Dm で多分弾いてると思うんですけど、この笑って元のメロディーの部分が一弦の開放の音なんですよ。だからちょっとこの歌いやすいように僕は Dm9th にしてみました。ちょっとねあんまり馴染みがないコードなんですけど、押さえ方は簡単で、1弦は開放で2弦1フレット 3弦が2フレットで4弦の開放、ここは D と一緒ですね。だから押さえ方は簡単なんでぜひやってみてください。ガラッとね Dm よりこっちの方が Dm9th の方が歌いやすくなると思います。笑ってもっとベイベー、無邪気にオーマイマイ、映ってもっとベイベー、素敵にインヨンサイト、誘い涙の日が落ちる。ここ、Am でもいいし、ここも A にしてみるとエモくなりますね。 A7 でもいいかもしれないです。 Ellie My love そしここ A にしたんですけど、あんまりここ A をね何回も続けるとエモすぎて飽きちゃうんで、ここは C でいいかもしれないですね。あともう少し、あと何秒かで終わるんで、ここは普通に弾いてもいいかもしれない。最後の最後にかけるためにあまりここが目立たない方がいいかもしれないです。で Every my love so ってここで桑田っぽさをまんまに出していくと so sweet。 なんか桑田はこうガラガラ声を出すために若い頃ウイスキーでうがいしてたとか逸話が、ウィキペディアだったかな、確か桑田だと思ったんですけど長渕剛だったような気も、どっちかがウイスキーでうがいしてたらしいですよ。でガラガラ声を目指してたらしいです。あとミスチルの桜井さんもねガラガラ声にしたいってめっちゃ叫び声を上げたみたいな感じで書いてたかな、これもウィキペディアに書いてると思いますのでぜひ見てください。で So sweet という感じですね。結構ねコードを修正したんですけど、これは僕が歌いやすいように、皆さんが歌いやすいように書いたので、もしなんでこのせいやさんがねこのちょっと
歌いにくそうなコードでもかっこよく聞こえてしまうのかというと、やはりあの歌がうまいのと、ね、コードずれてるというか音が入ってないので、そのメロディーが出せるというのは歌がうまい証拠ですよね。ギターの伴奏につられないっていうのがまず一つ一つうまいっていうのと、あと声がいいですね。やっぱり桑田の声に似せてるのもありますけど、その2点がね、あのギター多分ねアカペラで歌っても普通にかっこよく聞けると思うんですよ、別にギター弾かなくてもね。まあなんですけど、まあこれはあの僕が今回修正した、皆さん歌いやすいように、僕が歌いやすいように修正したので、まあぜひどちらでも弾いてみることをお勧めします。逆にあの霜降り明星さんとせいやさんと一緒なコードでやると多分歌いにくいと思いますね。それでそのせいやさんの凄さはまた分かるんじゃないでしょうかね。ではこんなところですね。ぜひ皆さん愛しのエリの冒頭部分にチャレンジしていいツッコミ入れてもらってください。では次回の動画もお楽しみに。